あ、タカポポの本について。え、これ何何何、うん、はいはいはい、なんかね、本また出してんの？本はいっぱい出してますよ。あ、でも俺ね、大体毎回ね、あの読んでんのよ俺ちゃんとね。俺読んでんの、あ、多動力まだ読んでない。多動力まだ出てないです。あ、だからか、月末です。あ、これどういうの、多動力って。多動力はなんかほら、俺いろんな仕事をしてるじゃないですか。いろんな仕事したりとか遊びをしてるじゃん。でそれがこれから普通になるよみたいな話を、あの多動力っていうふうに言うんだけど、それを本のタイトルにしたっていう、そういうテーマで。あの俺それなんかこの間ひろゆきさんとの対談でも読んだな。そう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 、そうだよね。要はマルチにいろいろやる時代だよと。そう、それをだから今だから幻冬舎の編集が頑張って今、ここニュースピックスともあのコラボしてるやつなんで。だからほら、俺らの商売は意外になんともないんだけど、サラリーマンの人ってもともと副業許されてないから。そうそうそう、だからなんだよ。でも時代変わるよっていうのね。そう、時代変わるじゃないですか。でよく聞かれるのが、堀井さんなんかそのじゃあタイは遊びで行ったんですか、仕事で行ったんですかって聞かれるんだけど、そんな区別ねえよっていう、はいはい、そもそもそっからまた別に仕事になったらなるかもしんねえし、うん、遊びのものかもしれねえけど、そんなことも別に、うん、まあ、そう、最近だからプーケットはそのホテルのね、リゾートホテルのタイ人のその金持ちに呼ばれて、はい、で、あのあれですよ、航空運賃とホテル代出してもらって、でうちらのイベントやって、であとはなんか超いいリゾートホテルでのんびりしてたっていう。楽しいね。だから遊びもあるけど、そう、これをもし仕事って言われたら仕事かもしれねえしぐらいなノリで、そういうなんかタイ人の YouTuber とも出会えたし、いいね。いや、セラだってそうだよな。お前もだって絵も描いてるけど音楽もやってて、別にそこそんなないじゃん、分け隔てないかも。まあそうですね、ね、だこっち側の仕事は多いんだよ、そういうふうに。まあ、でほら、それが昔だったらさ、こう発表する場所がなかったじゃん。なかったですね。なんかテレビに出るとかしか多分なくて、本を出すとかテレビをね、とか今ツイッターとかでさ、今日も俺萌柄さんという人と対談してたんだけど、萌柄さん知ってる？知らない。ツイッターですごい有名になった40、今俺の一個下で、でなんかちょっとなんかブスな彼女となんか43歳で付き合って振られましたみたいな、ちょっと悲しい話なんだけど、まあ俺と同じぐらいの年の人たちすごい共感するような話がいっぱい出てくる。まあそれデビュー作だから。でも彼は本業はこうテロップとか作ってる仕事なわけ。このだって池袋ニコニコ本社のこうテロップあんじゃん、こういうの作ってる仕事なの本職は。実はなんだけど、昔からハガキ職人で、ハガキ職人で10年前にツイッター始めて、でツイッターでなんかいい言葉をボソ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 とつぶやいてたら、なんかあのスピードワゴンの小沢くんになんかちょっと注目されて、相互フォローしてメッセ送って一緒に飲みに行ったら、別のあの作家さんと知り合って、そいつにもう、あの、まあ面白いからやれと、本書けと。で無理やりあのケイクスの編集者連れてこられて、でメールのやり取りやって、で半年後になんか連載始まって、で新潮社で今度本になるんだけど。いやほらほらほら、こういうことだ。何がね、発端で仕事になるかと分かんない、ね、今日だってこれで初めてタカポに会って、はい、何が起きるか分かんないよ。いやもうよろしくお願いします、うんこちゃん。何をやってるのか分かんないんだけど、いまいち分かんないんだけど、でも有名になりたい、うんこちゃん分かって、僕はもうとにかく有名になりたいです。とにかく有名になりたいです、はい、とにかく有名になりたいっていうのは、はい、すごい分かりやすくていいよね。もうね、そうでしょ。本当にそれがモチベーションですね。だよ、とにかく有名になりたい。一番有名になりたいんだったら、もうとにかく最高な犯罪をするか、最も重罪を、もう有名にはなるよ、新聞の一面にはな。ちょっとでもそういう出方が嫌なんですよね。何がいいかな。なんかもうやっぱ普通にタカポンで言ったら、だってやっぱ一番有名になったのはやっぱあのライブドアですよ。ライブドアですよね。いやいや、だからあれですよ、球団ね、階段の近鉄のあれも、あの買収をするっていう発表があんなに受けるかとは思ってないからね、あの時は。でもそれまでにいっぱいチャレンジしてるから、ライブドアとしても、そうか、そう、ライブドア有名にするために何すればいいかっていろいろ考えてる、はい、だから俺、例えばですよ、ちょっとゲスな話なんだけど、宮沢りえちゃんのヌード写真集がすごい売れたじゃない、あの時ね、24年前に、でこれだと思って、ライブドアに無料登録したら、この子のヌード写真が見れると。今写真集じゃねえだろうと。もうだってヌード、当時はもうヌード写真アップされた、ただ菅野美穂ちゃんとかのやつとか、ね、もう一瞬ですぐもうスキャンされてネットに上がって、ね、意味ないじゃん、ってなって、ヌード写真集売れなくなっちゃったの、その後。なんだけど俺は無料だったら登録ぐらいするだろうと、オフィシャルで高解像度映像見たいだろうと思って、考えたんだ。そうなんだよ。で鈴木亜美ちゃんにオファーしたんだけど断られました。
よかったね、亜美ちゃん、断ってよかった。ちょっと待って待って待って、亜美ちゃんよかったよ。あの事務所レベルで断られた、うん、いやいや本当に当たり前だよ。まあね、当たり前だ。いや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 、何してくれてんだよ。いやいやいや、あのね、でもそれやっぱり厳冬者の健丈さんぐらい頑張ってやんないとダメだなと思いましたね。もうね、やっぱ俺ね、うん、やっぱこうダメ、粘りがない。いやでも俺だって後にその後、はい、いやすげえヌードだなと思ったらなんかあのリリーさんに裸にされてたよ。それはどうでもいいんだよ。結局堀江さんがヌードになってきたよ。だからなんだよこれ、宮川リリーさんに影響されてヌードになったから。せめてふんどしあげとけよっていう。そこにインスパイアされたんだと思って笑っちゃったんですよ。どうしたんだよ。もう、ね、よかったよかった。いろんなこと考えて、いやいや、あの当時だから12、3年前に誰を脱がしたら一番いいかっての考えてたわけ。当時ね、そう、一番ニュースになることは何だと、一番ニュースになることは何だと。はあ、いやでもそれは近鉄のやっぱほら買収のとこ、まあね、それをだからいろんなことやってたら最後の最後、はい、あれだったんだ。そういやでも球団のあのニュースはやっぱ忘れられないもん、うん、あれは本当に、まだあのフジテレビのことも忘れられないし、フジテレビですよね。おかげでいまだにフジテレビ出てねえんだから、やっぱ できんのらしいよ。いやもうすごいよ。あれだから出れねえんだから、やっぱね、あれだから、みんなだから結局あれ忖度してるわけ。忖度出た、忖度、有名な言葉出たよ、有名な忖度 ね、ちょっと後だったらね、うん、もう流行語大賞になったんじゃないかっていうぐらいの忖度よ、ね、はい、みんなね、もうみんなが忖度してるわけってことだな、うん、まあきっとそれはもう計らずもということで、ね、だってさ、うん、俺さもう NHK の午後の番組とかに出るようなぐらいっていうことだよね。もう今や、もう、うん、今やもうみそぎも終わり、うん、ね、だって別にそれは次も償う、まあそうですね、でもな、出てないのはフジテレビと日本放送だけだ。いやでもここまで、ね、しかもね、系列局出てくからね。そうか、関西テレビとか東海テレビ出てるから、地方は出てんだね。そうすごくね。だからもう本当にそれ忖度なんだ、うん、完全にもうあれだから、一応東海テレビの時言ったもん、はあ、あのオタクあの FNS 系列ですけど大丈夫ですか。むしろね、いいんですかと。僕いや俺一応全部聞いてっからね。僕できんらしいですけど、あのテレビ局あの CM とかも聞いてっからね、うん、俺は。俺ソフトバンクの CM お蔵入りになった話知ってる？知らない。なんでそこは？ほらお父さん犬のシリーズで、うんうん、6年ぐらい前に、うん、あのマツコデラックスと、うん、杉村太蔵出てた、うん、あのあったじゃん、ね、あれに実は俺いて、うん、俺だけ消されてんの。え、なんでですか、なんで。いや、あの時はだから、いや、電通とソフトバンク、電通が来て、で、電通がね、違う、電通に、が来たわけ、俺にオファーが。で、ソフトバンク OK なの、うん、電通 OK なの、うん、いいの、うん、本当にいいの、本当にいいなら俺はやるよと。で、行って、もう、カンパケ取って、お父さん犬にも会い、うん、あの黒人誰だっけあいつ、はい、俳優さんね、うん、にも会い、うん、会い、お母さんにも会い、うん、完璧だ、あの樋口かな子さんにも会い、うちの旦那がよろしくって言ってましたってもう言われ、お父さんにも言われ、あ、ダンテだ、ダンテ、ダンテさん、ね、そう、ダンテ ね、ダンテ、今、はい、うん、あので、でよで何で最後フジテレビとかの曲 NG が出て、編成 NG が出て、それ流せねえと、あっちは流せねえ、 CM としても流せねえ、流せねえと、あ、そっか、ね、フジでも流れますもんね、曲線うんぬんの番組どうのの NG じゃないんだ、もう CM すら流さないって言ってきた。そうで俺今だから CM は MXOK になったのね。で今この間カロリーメイトの CM にちょこっとだけあのテレビの中で生意気なことを言ってる俺みたいな、なるほど、そういうところ、っていうところはギリ OK だったっていう、それはフジテレビでも流れてた、それはフジでも流れてんだ、流れてる、じゃあちょっとずつは今。だってほら今度変わるじゃん、人事が変わるから、そこがなんかギリギリらしい、人事変わったら、でもさ、堀さん何でも喋ってくれますね。だけど何でもありなんだな、あのね、某消費者金融からあの取り立てる会社あるじゃん、あそこの CM がもうそれはもう社長といろいろ話してたわけ、でもう絶対やろうよってなってたんだけど、フジテレビが NG だったのよ、やっぱフジ流せないと意味ないよねこれっつって、すごいんだな、いやだからやっぱあの買収の時にどれだけやっぱその相手が、まあ、その泥を塗られたというか、まあ、そういうふうに思ってるかってことよ、アディーレじゃないんだけどな、結局そういうことなんだと思うよ、だからもう本当に許せないってやっぱ思ってるってことなんだ、日本中がだってね注目してましたもんね、本当に、だからすごいよ、だからね、もうまだね取締役相談役でね、ね、まあ、残るから家出したち残ってますからね、そうなる、まあ、名前言っちゃったよ。そうなると忖度が続くのかもしれないよな。いや続くでしょう、続く、
でもさ俺なんかこうそういう、ね、懐の広いとこ見たいけどね正直言うと、まあ、別にもうタカポンはそういった点ではあの時のニュースのもうそれは終わってるじゃんっていうふうに思ってもらえないものなのかねこれは出たら面白いっすけどねなぜなのかねあとねそれ以外もあるよなんかそういう僕のね小説とか、うん、作品を原作にしたドラマとか、はいやっぱ作らないもんねあそうか作れない作れない作らないみたいなでも話題とドラマツルギやったら全然あるからいくらでもねそう日曜劇場とかで見たいけどねタカポンのこのね日曜劇場か見たいよ原作そのままで見たい今だったらだからネットフリックスとかで出るかもしれないねそうだね、うん、いやでも確かにすげえ生き様だからね、うん、ちょっと真似できる人いないっすよまあいないと思うよさあさあさあ、うん、いないいない